天皇峠は大阪府豊野郡の瀬町内にある峠。峠は一般的に兵庫県との境界と認識されているが、峠の地点は大阪府に属している。国道173号となっているほか、旧道が存在する。過去川水系の水無川と向こう川水系の羽束川が接し、両水系の分水海をなす。古くは、 丹波街道の摂津国と丹波国の境にそびえており、商人たちが通る場所となっていた。1798年に観光された摂津名所杖では、足木釣り峠と明記されている。峠の近くには1962年に地元民により建立された丹州街道古民用の碑があり、古い歴史を物語っている。教会については、古くから、 摂津国と丹波国の間で論争がたびたび起こったとされている。17世紀末の1699年、丹波国滝軍、福住村が峠の所有権と国境の位置をめぐって、京都奉行所に提訴している。その後奉行所で論争が始まるが、相手側の摂津国の世軍天皇村は、足切り峠は摂津国の領地であると主張し、論争は、 大騒動に発展したが、結果は天皇村が勝訴したという。1876年、峠付近の府県境が確定したことにより、峠部分は大阪府に属することとなった。所在地、大阪府豊野郡の世長天皇、ありがとうございます。